はいどうも、名古屋塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。本日は、愛知県公立高校入試、面接どうやねん。この話をしていきたいと思います。と言っても、数分で終わります。面接、関係しますか？面接取れば受かりますか？そういった質問、生放送でめちゃくちゃありました。もうめちゃくちゃありましたよ。生放送で、もう面接どう話せばいいのか、面接で合格決まりますか？めちゃくちゃあったんですけども、これだけ言いたくて、この動画回してます。結論としては、面接全く関係ないから。ただし推薦の子はめちゃくちゃ関係するから、推薦の子だけ面接でほぼ合否が決まると思ってください。一般選抜はほぼ決まらない。じゃあ一般の子たちはどこで決まるのか。当日点と内申点、ここで決まります。ただし当日点と内申点がほぼ同じぐらい、その場合の合否はどうやって決まるかっていうと、その時に面接が、関係するかなぐらいです。これも合格ラインが達してるか達してないかのギリギリぐらいの子しか多分影響はないです。そのため面接は全く関係ないと思ってください。もし何か聞きたい方はね、ぜひねチャンネル登録していただき、生放送で相談してください。そして皆さん合否判定サイトを使いましたか？ぜひね合否判定サイトでね点数入力してください。それでは皆さんね、バイバイ。